皆さんこんにちは、最近、宗教のトップ1位の習近平総書記の内部会議での演説と推定される文章が流行っています。文章の掲載者は演説者の身分を明らかにせず、文章自体にも演説者の身分は明らかにされてありませんが、文章の内容から演説者は習近平だと複数の人が推定しています。演説者のの真実の身分は確認できませんが 演説の内容は確かに現在中国で実行されている習近平の政策と合致し宗教メディアが大々的に宣伝している今後の発展方向とも一致しています短い演説ですが中国のことに関心を持つ方々に参考価値があると思って日本語に翻訳して読み上げますみんなが古くかかららの友人だから私は勝手に 簡単に短く話します。原稿はないです。めでたい話ばかりするのではなく、事実を率直に話します。この10年間、ここにいる皆さんの中には、私が個人崇拝をしていると言って、納得されない方もいれば、過去の教訓をくみ取らないと言ってくれた方もいます。このことについて、我が党には非常に苦い教訓があります。しかし、これだけ大きな国、 人口がこんなに多く、しかも混乱を鎮めて正常に戻さなければならない中で個人の威信を確立しなければ国民を徹服させるのは難しいです個人崇拝には危険性はありますが最も重要なことは崇拝される人に関係があり効率よく自制できるかどうかが最も肝心です中国文明は5000年の歴史を持ち歴代の王朝はみんなが個人崇拝をしていました 中には、良いものもあれば、悪いものもありました。皆さんの多くは、毛主席時代を経験したことがあるため、自然と嫌悪感を抱いているでしょう。しかし、小平は、毛主席が晩年に過ちを犯したから、彼の生涯を否定してはならないと言ったのではないでしょうか。我が党は延安時代から毛主席に対して個人崇拝をしていました。長年にわたって崇拝して、 新しい中国を建てたので、これは良いことでしょうか悪いことなのでしょうか欧米にも神を建てているのではないでしょうかイエスですね。中国には地元の観音や如来がいますが、これらはみんな道具であり、支配階級の道具です。これらは支配階級の道具です。仮想の労働者階級はこれを信じています。そうではないでしょうか 大きな道理は私が言わなくても、皆さんもよく知っていますが、プロパガンダも多いです。しかし、国を治めるには、手段も必要し、道具も必要です。皆さんが心配していることは、もう主席が晩年にやった共産党内部の抗争闘争でしょう。これは確かに教訓です。我が党はみんなの党です。この国は私たち全員の父の世代が流血の犠牲で建てたものです。 この10年間、私は皆さんに何か悪いことをしたのでしょうかないでしょう。皆さんは食べ物や飲み物など、何かが失われたものはあるでしょうか疫病が流行しているこの数年間も、中国がいかに困難な状況にあっても、ここにいる皆さんの家庭や事業には、何らかの影響を受けたことはあるでしょうかこれらのことについては、文句はないでしょう。私は 我々の父の世代が立てたこの赤い集団の期待に背いてないです皆さんは私の再任に関心を持ち不満がある人もいますが私はよく知っています遠慮せずに話してくださいもう主席が言ったように空は崩れることはないのですこのような混乱で複雑な局面を誰に任せればよいのでしょうか 心配しないですか教えてくださいこの40年の道のりは私たちは曲がりくねりながらジグザグに進んできました一見お金が増えて景気が良くなったかのように見えますが土台が揺らいで支配力が弱まっているのですもう主席の指導をいつも批判している人がいますがもしもう主席の指導が悪かったら国を建てることができたでしょうか朝鮮半島で米国に勝てたのでしょうか 経済建設も大切ですが国の色の方がもっと大切です赤でなければ我々には受け入れられないですその鍵を握るのはリーダーですどんな猫であれネズミさえ捕まえるといい猫だという言い方は弁証法的唯物論と完全に矛盾しています私が猟下街に追放されていた頃穀物庫のネズミを退治するために猫をたくさん描いていました いろんな種類の猫がいました中には、体重が20キロの大きい猫もいました。しかし、ネズミは退治できたのでしょうか。ないでしょう。数年前に、利用家側の幹部に聞いたことがありますが、ネズミが増えたと言ってくれました。やはり、私がいた時期がもっと良かったです。ネズミが少なかったです。だから、どんな猫かが一番大事です。 ネズミを取る猫は、っこにでもいます。しかし、赤い猫は非常に珍しいです。これこそが我が党です。これこそ我が政権の最も革新的な問題です。いつも経済景気の低迷を心配する人がいます。10年前に私がフ腐敗を始めるときから、お風呂の水を捨てるとき、赤ちゃんまで捨ててはいけないよと何度も注意してくれる人がいました。赤ちゃんが捨てられたら、 また産めば良いでしょう人は一生に何人の子供を産めるでしょうか私が追放されていたところでは当時とても貧しかったですがどの家庭にも少なくとも45人の子供がいました今は景気が良くなったにもかかわらずどの家庭にも子供は1人か2人しかいませんみんなが子供を産みたくないと思っていますだから経済が良くなっても子供が増えないです 経済的な問題ではなく、考え方の問題です。その時、農家の人たちは苦しんでいたでしょう。しかし、その時、誰が苦しいと言っていたのでしょうか。誰が文句を言ったのでしょうか。現在は、生活が豊かになったのに、美味しいものをいっぱい食べて、お腹がいっぱいになると、政府を批判するのです。これでいいでしょうか。これは、昔の境遇を忘れること。 根本を忘れることです中国人は苦しみや貧困を恐れているのではなく根本を忘れること腐敗していることを恐れているのです恐れるのは官僚の腐敗です過去の40年間は肺堕落の過程です腐敗の官僚がいっぱいでみんなが根本を忘れました我々が子供の頃に批判していた資本主義のものがすべて公に現れしかもとても横暴です 経済が発展した結果、すべての人が少子本家階級になってしまいました。共産党の世界が少子本家階級の世界に変わってしまったのです。苦しみを舐めさせなければならないです。私の考えでは、やはり少しは苦しんで貧乏を経験した方がいいと思います。我々が子供の頃はあんなに苦しんでいたのに、どうして毎日幸せだと感じていたのでしょうか 苦しかった過去を思い起こさせ、現在の幸せを噛み締めさせなければなりません。みんながあのまずいトウモロコシの餅、オゴトゥを食べたことがあるでしょう。だから、私は経済には心配したことはないです。いかに苦しくても、自然災害の3年間ほど苦しくはならないでしょう。あんなに苦しい日々も耐え抜いてきたのではないでしょうか。これを見誤ると、それは根本を忘れたことで、 初心を忘れたことになります共産党は富を作り出す党ではなく革命の党赤い党政権を握る党ですしたがって私は再任を目指しているのではなく心配して手放せないです他の人に任せるとすぐに腐敗堕落して完全に資本主義になってしまいますこれはすでに我々の政治局の共通認識となっています 私がルールを破ったと、いつも不平不満を言っている人がいます。ルールは破ってもらうための存在です。もう主席は、古いものを廃止しなければ、新しいものを樹立することはできない、と言ったのではないでしょうか。もう主席のルールも、東小平に破られたのではないでしょうか。大事なのはルールそのものではなく、誰がルールを決めたのか、何のためにルールを決めたのかです。今後も、 新ししいルールーが決められれるででょうこれこそ弁償法です最近エンゲルスの「ハンドゥーリング論」を読んでいますがとても素晴らしい本ですとにかく全部資本主義の腐敗堕落したものです局面をはっきり見極めて情勢をしっかり把握しなければなりません現在のこの局面は本当に大変です大切にしなければなりませんもし チ運同士のあの言葉がなかったら、今の中国はすでに赤い中国ではなくなり、赤い決闘ではなくなってしまったでしょう。なんだかんだ言っても、政権が失われてしまえば、すべてがなくなってしまいます。私も折りよくちょうどこの時期に巡り合って、赤い国のリーダーとなっただけです。国の色を変えてはいけないです。社会で議論されるのは当然なことですが、我々の赤い集団は、 誰が同じ残豪で戦っている戦友なのかはっきり知っていなければなりません文化大革命の最大の教訓はこの戦友の友情を忘れて赤い集団の内部闘争をしたことです最後には東商兵同士が是正しようとしましたがかえって行き過ぎてしまったのですそろそろ第20回全国大会が行われる時期に皆さんと集まることができたので自分の考えを共有することができました ことわざにもあるように、団結は力です。初心を忘れてはいけないです。このスピーチは外部に漏らさないようにしてください。漏らしても私は認めないです。